ユナだ。いや、急にすごい感じで始まるな。こんばんは、ガスパと申します。よろしくお願いします。ゴースト・オブ・ツシマね、またやっていくんですけど、いや、少しね、裏で進めてたんですよ。もうどこ行ってもね、すごい景色綺麗なんで、まあ、黙々とね、もう未開の地をね、無言で、作業するかのようにひたすら歩いてたんですけれども、金色のマークですね、陣の道とあるんですけど、これがメインミッションだということなんで、動画投稿するものはこれをね、主に投稿しようかなと思ってます。130メートルか。さあ、ノブよ。あ、来た。よー、ノブくん、おはよう。いやーね、あのね、ほんと、絶景中の絶景だから、え?見つけた。お、ユナ何やってんのお前。うーわ、見ちゃった。ジェン、待ってたよ。ごめんな、お前ら、待った?ハチ公もブチ切れぐらい待ってんだろうな。なんだお前は、ユナ。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。全然お前ら大丈夫やん。連れて川上に向かったらしい。うん。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね。金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。道へ迷うぞ私。これは某子の野営の近くにある岡へ行けと。ちょっと待ってください。あ、ここへ向かえということですね。よっしゃ、行きましょう。お、ちょっと待って、行く途中でここ未開の地がありますね。え、未踏の地か。じゃあこっちをまず先に行こうか。兄弟とはそういうものだろう。あ、ちょっと待って、なんか物がありますよね。あの、いちいち馬から降りずにね、こういったものをね、ほら、拾うことができるので、非常に探索はスムーズに行くと思います。下を通るとかあるぞ。ちょっと待ってくれ。何その入り方。そう。失礼。入ったぞ。ん?そっから入れるか、お前。俺どんだけ汚れてると思ったんだよ、ほら。まあ一応ね、探索はしたいんですけど。お。お、川だ。川を手に入れた。素材が、ああ、そこそこ溜まってきましたね。うん、まあ、裏で歩けばね、いろいろと溜まってくるんですけれども。さあ、池信、駆けよう。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。物の符だからな。武士ならば感情を御せとおじ上に言われた。ああ、そう、そういうことだ。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。それが物の札って言っとけばもう全部通じる。わ、めちゃくちゃ雨降りそうだな、おい。上行ってみよう。なんかあるかもしれない。なんもないんかい、おい。クソったれめ。いや、暑いだろ。ってやばいんじゃん、お前、それ。まあ大丈夫か。物の札からな。さあ、行くぞ、ノブ、かけよう。あ、ちょっと、アイテムは、あ、取った取った、よし、すまんな、ノブ。行け。あ、この花も取れるんですよ。この花が後でなんかお金みたいなね、そんな感じになるんでしょうか。そういったお店を見つけたんですけど、私。じゃあ、こっちへ もう、ごめん、ノブ。ほらほらほら、竹もあれば。あ、この道沿いに行けばいいのかな。で、この道沿いに行きましょうか。調べる。中を助けなきゃ、敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あそこか。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。ほう。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。まあ、仁さんはね、正義をもたらしたこと。そう、武士っていうのをかなりリスペクトしてる方なんで、そう、侍を捨てるっていうことをちょっと嫌がってるんですよね。かつて我が父も平和のために命を捨てた。うん、私だって同じだよ。だけど今はやらなくちゃ。おじ上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。ね、待つの。行くぞ。よし、行くぞ。門の近くにある隙間を見つけろと。オッケー、隠れながら行きましょうか。ここからは侍ではなく忍びとして行くしかないようだな。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのは。え、あいつら何。あ、びっくりした。
恨みを晴らしたいんだろう。なんだってやらなきゃ。蹴取られれば捕虜が殺される。うん、じゃあ音を立てずに。ステラスキルですね。喉をかっ切るしかないね。お、小さい方の刀を抜いた。なんだっけ、脇差しだっけ、確かそんな感じが。背後から殺せと。おー、もうね、散々ラスアスでやってきてるますから。闇討ち、よし。ほうほうほう。おお、刺すね。え、ドラマティックすぎるでしょ。そんなラスラスであんなやってた俺がバカみたいよ。おお。ジン、どうした。いやー、ちょっとやっちまったなと思ってるよね。侍らしからの殺し方というか。タカを探そう。ああ。まあいい。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして。五感を研ぎ澄む。頭の中まで野党になるんだ。はあ。耳澄まし。あ、これか。これで、時の流れが遅くなり、敵の居所を探知できると。まあいい、殺す。これが日本のザ・美学。うわ、全然いけるな、お前ら。あの、闇落ちしまくりなんですよ。すごい敵ガバガバなんで、これなんだ。お、拾う、宝箱ですね。宝箱こんな出入り口に置いとく？いやー、痛いね、心が。侍ですからね、もう面と向かって戦いたいものだ。誰やねん。死んでるやつはもう出していいんだよ。なるほど。開けていってタカを見つけると。タカがどうこうとか関係ねえ。とりあえず全員皆殺しだから。よく中に入れたな。お、話す。逃げるぞ。話は後だ。なんだここ、アイテムがいっぱいあるな。猛虎の品。アールールは遊牧民としてモンゴル族の食生活の中心となる食品と、神聖な父から作られたカードで、糖や果物を混ぜて乾燥させたものと、様々な形状のものがある。アールール。アタックツリー、モンゴル帝国の民間信仰やシャーマニズムに深く根付いている建築物だと。へえ、あー、ちょっとこういうのも拾えてね、いいっすよね。勉強になりますわ。こう物を盗むという盗賊のようなことはしたくないんだけれど。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。アザモウラがどうか。鍛冶屋の男を見た、うん、若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。いろいろ話すっ飛ばしたろお前。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。ほう。でもその後二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。おじゅえが止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう、教えに背くこと。なすべきをなしたまで。ノブ、分かれ道。ほう。お、ランクが上がった。噂が広まりましたね。そう、クロードとしての名声を上げると、さまよえる侍と最大体力が増加。お、レベルが上がりましたね。
新たな道具を入手と、クナイ、近くの敵にクナイを投げると、温かいよろめき状態になる。お、いいですね。こういったスキルツリーもあるわけだ。で、この丸のやつが俺は手に入ることができるんですね。一騎打ち、二連。一騎打ちに勝利すると、もう一人の敵を一撃で葬ることができると。ちょっとハードモードでやってる俺に対しては、これ結構いいと思います。オッケー。この道中に、ハテナがね、二つありますんで、ここも見ながら、という感じでしょうね。行くぞ、ノブよ、かけよ。さあ、お、なんこれ。あ、キツネだ。え、どこ？このキツネを追うと、とてもね、いいことがあるんですよ。とある祠に連れてってくれます。ここですね。手を合わせましょうか。ありがとうございます。はい。ありがとう。いいね。いってらっしゃい。一騎打ち？あ？一騎打ちの二連が今私にはあるんだぞ、貴様ら。かかってきなさい。おぉ。つい！一騎打ち二連。一騎打ちに勝利すると次の敵が襲ってくる。攻撃のタイミングを見極めて一撃で葬れ。さあ、お前ら。ふぅ、滅びる原因は、自らにあるものだな。あ、なんかアイテムあった。あ、クナイだ。持てないんかよ。そこの上だな。どうやって行こう。敵じゃねえな。何者だ、貴様。すいません。あたす。お邪魔します。やっぱり侍だからね。みんなお辞儀してくれるんですけど。いい牛だな。どうした？え？え？何何何急にどうした？何かご入り用でしょうか？いやちょっと見たお前今の。ノブノブ行くぞ。ノブかけよ早く。あ、じゃあこの道なりに行こうか。ノブが走りやすいように。うわ絶景だな。うわ見てこれ。ちょっとスクショ撮ろうかね。あのね、もうどこ行ってもこんなのばっかなんですよ。もう本当に綺麗。もうキャプチャーボードでやってるんでね、もうクリック一つでもこのスクショは撮れる。うわ、もろや。はあ。思うこと、父上。ちょっとじゃあ父上のことを思いましょうかね。あんな目の前で殺されたもんだから。あの日を忘れることは決してない。うん。俺が子供でなければ。ああ、そうだね。子供でなければ。なければ。父上を守れた。いやーそうだろうね。きっとそうだよ。立ち向かうことできたな、あの野党と。最大体力が増加。あ、なるほどね。温泉に入れば体力増加。しかも全回復と。さすが。これがあれだな。日本のザ・美学ということですね。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。生きておる。ご案内いたしましょう。道場はあの山の上にあります。山の上。山の上になる？え？山の上登るの俺。石川の道場へ行け。あの山の上でしょ。山の上行かなきゃいけない。なんか蜂や！うわ、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 わ。ん？いや、お前、すごいな、マジで。ほら。ガンガンこいつ登っていくんだけど。いや、マジで、モンゴル人より絶対強いって、お前。うわ、登ってきちゃったよ。よし、じゃあ先生に会いに行くか。ここのことこだ。お、拾う。青空の鉢巻きと、困難を前にして、笑みを浮かべられるものは武士とは言えない。はあ、ちょっと深いですね。まあ、装備によってはね、おそらくステータスが変わるものもあるんでしょうけど、今のところね、何も変動はないと。壊れた鎧を今装備してるんですけど、裏で進めていたらね、これ手に入れたんですよ。まあ、とりあえずこいつを装備しておけば、まあ、何らかの物品へと、案内する風が吹いたり、10% 晴れやすくなったり、そして物品がね、30メートル以内にあるとコントローラーが振動すると、まあ、俺はね、バイブオフにしてるんで意味ないんですけど、まあ、とりあえずこれを装備していこうかなと。おー。活かしてるよ。しかし絶景だなぁ。いやほんと、マジ、どこ行ってもこれだから。武士にしては質素な庵。あ、やっぱり武士の方がね、やっぱお金はあったわけですから、こんなチンケな家には住んでないでしょ。頼もう。ん？動くな。石川先生。石川先生。
堺の跡取りか。あ、よかった、知ってた。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。ご助力を。おお。遅れを取るなよ。いや、渋いな。かっこいいね。そう、まず仲間を集めたいんです、石川先生。しかし、石川先生のような、凄腕の、なんだ、L1 プラス R でクナイを投げる。おお、今だ先生、今です。こやつら酔ったタヌキだな。だが、コモダでは負けました。目覚めぬ虎なら、タヌキにも劣る。さすが石川先生だ。敵を一掃してくださった。おめとあは、手つかずだ。箸でかない。矢筒があります。わしが与えた回転の証だ。回転の証で矢筒は与えるんだ。はえー、わずかだが死者はおらぬな。どうなっておる。うん、巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃尋問か拷問。うん、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。中山。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず。心を研いで感じるものよ。いや、けだものなんだよ。日本のルールを守りすぎなんだよね。話が。我が名はなんちゃらみたいな、そんな感じでやられちゃうから。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。半球中程度の攻撃力と引き手長さも中程度と。ちょっと待ってください。手に入れましたね。もうこの野獣どもに近づかずに奴らを葬れるんだな、先生。そういうことか。めちゃくちゃ安定してるな。次は奥の灯籠だ。任せてください、先生。あ、でも耐えきれずに持ってても離しちゃうな。さらに遠くの的ではどうかの。え、なに、矢が落ちる感じとかも考えなきゃいけない。はい、的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。ああ、やはり。じゃあちょっと上ですね。ここのあたりか。どう思った。手に馴染みますな。馴染みますよ、先生。大事にすることだ。ありがとうございます。行くぞ。すいません、ありがとうございます。いただきます、長老。さあ、いや、ダメだ。武士の恥よ。戦場をよく見ろ。何か見せてください。役に立つものはないか。これ樽で痛手を与えられるやも。爆発するかな。そして、あ、蜂、これ、もしかしてあの蜂の巣をいじれば。いれば足止めになるよ。おお、それはいい。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。ほう。そしてこっちは。松明を打ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。門が開きます。わしの合図を待て。ずーっと待ってたの、お前ら。で、奴ら来てるから、じゃ、先生の合図と共にどうしようかな。俺だったら、まずあの蜂の巣だよね。なんであいつら蜂の巣の横にね。奴らをメイドへ送ってやれ。さあ、ここだ。散れ。さあ、蜂の巣よ。あれをパーンいけんじゃん。よーし。これ足らないんじゃない。あの野郎。
あの一発一発が致命傷なんですけど。さて敵を倒したな。いや大したことなかったぞ。我らが技量の方が上だったな先生。なあ先生、ハイタッチしようや。先生さえいればもうお前なんて大したこと先生、そんな先生痛い。ごめんなさい先生。先生、あのもうちょい敵で出てくるの待った方が良かったんじゃないかなとか俺思ってるんだよね先生。やってらんねえな、強えなあそこ。次勝てばそれでよしとかの有名武将後藤又兵衛も言っていたうわ先生、貴様先生に何をする。来たーでやー、ナイス、ちれけだもの。なあ、いや一応危ない。ボケー、隊長を倒した。あと7人の隊長を倒すか動きを見極めると風の型を解読できると。おー、ザコメ、私はここをまかり通るぞ。隊長を倒したんだから歯向かう者はいないはず。化け物、猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。巴が、マジか。なるほどね、そういったこともあったのかな昔は。まあでもね、売らないと命を取られるって言うんだったらもしかしたら売るかもしれないよね。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。もうこの兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。え、もう全部真ん中やん。ちょっと聞こえたか。島の者です。百姓、今行く。どこにいるんだお前。寒い。あ、お前か。女を探しておる。弓取りだ。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、うん、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ。うわ、死にたくない。長いは無用。いやあのさ思いっきし死んでるやんけ。面白いな、こういうもう完璧なゲームに見えてところどころでおかしなところがあるんだよね。思いは敵についたのだ。なるほどな、裏切ったんですね先生を。先生、わしが追い詰めたのだ。なんだと。追い詰めた。追い詰めただと。ご説明を。ご説明を先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。え、なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。どうしたノブ。おおこのミッションはクリアしたと。石川先生のね。そして、お、技量アップ、いいですね。
何か鍛えられるんじゃない？落ち着け。どうしたノブ。じゃあ今日はこの辺までにしておきましょうかね。見事石川先生の助力を得ることができたということで、で次向かう場所がですね、まあとりあえず石川先生の道場へ行って友枝を殺す、まあ作戦を立てるのかな。まあそういったことでしょう。そして、メインミッションこれですね。しかも鎧が手に入るというね、まあここはぜひともクリアしたいですよね。よし、じゃあ今日はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございます。お疲れです。